小野さん、すみませんでした。俺はあなたの大切な人、前島香織を潰しに来ました。そして傷つけた。小野さんが彼女のことを幸せにしてあげてください。小野さんはあなたのことをきっと幸せにしてくれます。篠の目はそれを俺に託してニューヨークに戻った。おばあちゃんが座ってたようなロッキングチェアに座ったら俺が作ってやるよ。どうして？ I'd like to learn more at the Tokyo head office。 前島香織を俺が潰してやる。粉々に。ここにあの女がいる。こちらこそ。すみません。お怪我はありませんか？前島香織。あ、すみません。大丈夫です。急いでるので。前島香織さんですよね。え？その目が。プランニング課の。はい。冬木部長を惑わした。あなたは？その体が。冬木部長を狂わせた。今日からデザイン課に配属になった篠の目です。あ、ニューヨーク支社から。お前が。よろしくお願いします。お前が美和を壊した。よろしく。じゃあまた。めちゃくちゃに壊してやる。お前の全てを。ご無沙汰してます。元気にしてたか？ええ。なぜ？半年間ですが、またお世話になります。おう、お前らですか？あそこだ。ありがとうございます。どうして美和を裏切ったんですか？期待してるぞ。死なない。会いたかったぞ。小野さん、お久しぶりです。やっと笑った。さっきまでだいぶ怖い顔してたからな。女子たちが早くお前に話したくてうずうずしてるぞ。早く言ってやれよ。新しい恋見つかるかもな。小野さんこそ例の前島香織さんのことまだ好きなんですか？ちょい聞かれてたらどうすんだよ。すいません。バカ。すみません、小野さん。俺はあなたが愛している女を潰しに来ました。あ、そういえば青木社長からお前にデザインの依頼が来てるらしいぞ。青木社長ってニューヨークの？うん。なんか日本に家買ったんだって。そのインテリアをお前に任したいって。プランナーは前島さんだよ。あの女と組めるのか。こんなに早くチャンスが来るなんて。お前と前島さんが組めば絶対いいもん作れるよ。そうですか。それは楽しみです。楽しみだ。
何を話すつもりだ。俺はお前のために悪魔になったぞ。とでも言うのか。ただ声が聞きたかっただけ。なんて口が裂けても言えない。これが前島香織の手掛けた作品か。小野さんの言う通りだ。仕事はできる。なのになぜ。恍惚の表情。分かった。はい。次は今夜。ふざけるな。困った人たちですね。おぞましい。覗くつもりはありませんでした。ただここで資料を探してただけです。もう容赦はしない。誰にも話しませんのでご心配なく。でも前島さんは優秀なプランナーだと聞いています。そんなあなたと冬木部長のような地位のある、しかも家庭もある方が社内で、なんてどうかと思いますよ。今のは忘れてください。罪の深さを知れ。それは無理です。逃さない。今後は資料室で今のようなことは控えた方がいいかと。俺以外の人も出入りするかもしれませんから。じわじわと苦しむがいい。前島さん。何ですか？ファンデーションで隠した方がいい。虫刺されには見えません。暑さも冷たさも何も感じない。せいぜいもがくがいい。もがくほど潰しがいがある。
ございます。どうも。昨日資料室にいましたよね。見たんですよね。あ、私は味方なんで。何が言いたいんですか？東雲さんはずっとニューヨークにいるもんだと思ってた。本社で勉強したくて。じゃあ、あの人とはどうなったの？終わりましたよ、ずいぶん前に。そうなの？てっきりあの人と結婚すると思ってた。彼女はもう他の人と結婚されて幸せに暮らしてます。美和はこの女のせいで苦しんでる。そうなんだ。前島さん独身？え？独身なら二人くっついちゃえば。はい。なんかお似合いじゃん。俺人を見る目あるからさ。いや、何言ってるんですか。ダメですよ、前島さんにはもう素敵な方がいらっしゃいますから。そうなの？どんな人？写真は？いや、いいじゃないですか、私の話は。飲むね、飲むね。お、うわ、すいません。あ、ハイボール？ハイボールで。ほんと困った人だな。自分の限界を分かって飲むっていうのが社会人ですよ。分かってるわよ。あなたが変なこと言うからでしょ。素直に答えられない関係を続けているあなたが悪い。一瞬の快楽に身を委ねる汚らわしい動物め。あなたは本当ならもっと上に行ける人だ。ん？何それ。そのことにさえ気づかない愚かな女。あなたほどの人が冬木部長のセカンドでいることも、冬木部長ほどの人があなたを独占していることも滑稽です。あなたがどう思うが関係ない。不倫とは所詮一時の感情です。己の愚かさに気づくがいい。それに比べて一時の感情ではできず、解消することもできないシステムが結婚です。美和、ハルトには分からない。結婚も離婚も一時の感情だけでできるもんじゃないの。どうしてそんな顔するんですか。分かってたはずだ、未来などないのに。そうだろ。なのになぜ。そうか、それはあなたが冬木部長のことを心から愛しているからだ。あなたは部長が自分のことを思ってくれていると信じているから、強いストレスを感じながらも受け入れてしまう。それはもはや自分自身へのマインドコントロールです。やめて。本来のあなたはとても生意気で強情で、誰かにコントロールされるのが嫌なはず。やめて。今感じているわずかな幸せも妥協と抑圧の上で成り立っている。やめて。分かったようなこと言わないで。なんでそんなずかずか人の心に踏み込んでくるの。何が目的。俺はただ前島香織というプランナーの世界をもっと広げてほしいだけです。風紀部長を気にして自分の世界を狭めているのは見てられない。分かってる、分かってるよ。でもどうすれば。俺はあなたのことが嫌いです。でもそれは計画にはなかった。彼女の頬を涙が伝った瞬間、気づけば彼女に触れていた。
なぜ彼女に触れた？俺は相変わらず前島さんのことは嫌いですから。そこ念押すとこ？同情？こんな女に。早くその目から流れている液体を拭いてください。俺は何を言ってる？涙です。では。俺も酔ったか。この女には侮蔑しかない。なのになぜ。あなたはまだわからないんですか？何の話？どうした？不倫を続けても傷つくのはあなただけだって教えて差し上げましたよね。なのになぜやめようとしないんですか？なぜこんなにイラついてる？これは私の問題でしょ？あなたには関係ない。いいえ、俺はあなたが本当に苦しんでることを知ってしまった。やめろ。この女に同情なんかするな。この女は。あなたは部長に束縛されて喜んでいるのかと思っていましたが、そうではなかった。俺は才能ある素晴らしいプランナーを不倫などというくだらないことで潰したくはない。なんで？わからない。あなたは私のことが嫌いなんでしょ？そのはずなのに。嫌いだったらほっといてよ。私が苦しんでるのを見るのが滑稽だって言ってたくせに。私に構わないで。黙って従えよ、この強情女。本当は自由になりたいんだろ？苦しいんだろ？冬木がいつか嫁と別れてくれるなんてちっぽけな希望を抱いたって無駄だ。さっさと別れろ。俺も同じだった。裏切られてんだぞ。いいのかそれで。彼を愛してるの？俺の目的は美和のために風紀部長からこいつを引き離すこと。やめて。なんで？こうなったら。歓迎会終わったらお前ん家行くから。ん？え？じゃねえよ。マジで行くから。そのつもりで。体で風紀のことを忘れさせてやる。砂波さん。悲しい声。ハルト。ん？ハルトって呼んでみな。ハルト。ごめん。前島。はい。話がある。資料室。前島さんとの話は終わったんですか？ああ。青木邸の件、前島には担当を外れてもらい、他の案件をやってもらう。そうですか。わかりました。前島さんの新案件。デザイナーは小野さんがいいかと。検討する。
どうしてあんなことを言った。あいつを破滅させてやるつもりが、あいつの幸せを願っているとでも。あと1階と2階の位置があって、天井部分は残してないんで、よろしくお願いします。わかりました、はい。これ以上近づいてはいけない。もう一人の俺がそう警告していた。なのに。急に担当変わってびっくりしましたよ。私もです。前島チーフに負けないよう頑張るので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。宇佐美さん、うち来んの初めてですもんね。はい。ちょっと借りて。どうぞ。あ、置いといて。もう近づくな。なんでこの番号教えてもらったの。誰に。今から会いたい。え、話があるの。あなたが日本に来た目的について。会社の近くの駅で待ってる。美和、美和。ハルト、来てくれたんだ。ねえ、どうして日本に帰ってきたの。言えない。前島香織と冬樹の関係を終わらせに来たなんて。半年間だけ本社勤務になったんだ。嘘。拓磨さんも。拓磨さんを潰しに来たんでしょ。え、社内不倫なんて会社に知れたら彼の信用は地に落ちるね。私たち夫婦はうまくいってるの。だから壊さないで。お願い、お願い、だから拓磨さんに何もしないで。安心しろ。お前の幸せを邪魔するつもりはないよ。それに今は。ごめん。この胸騒ぎは。
さか俺はこいつに。ここにいたのかよ。ほんと世話の焼ける女。今度は逃げんなよ。香織、もっと俺に溺れてみな。罠にかけていたつもりが、いつの間にか俺の方が罠にかかっていた。お前そんなんで俺から離れられんの？離れられないのはどっちだ。かわいい。だがその代償はあまりにも大きかった。仕事熱心だな。これが仕事じゃなくて。え？いや、将来こういうソファーに座れたらいいなと思って。もうちょっとリラックスできる感じだといいよな。あ、ハルトの家にネックレス忘れちゃった。またすぐ来るだろ。どうしたの？愛をもてあそんだ俺への罰だ。行こう。もっと違う形で、もっと早く出会えていれば。あなたが本当に愛しているのは拓磨さんの奥さんだった。だったらどうして私を抱いたの？もう私に関わらないで。香織、もうその名を呼ぶこともないだろう。自業自得ですよ。なんで？どうしてここに？知ってますよ、全部。あなたがミヤさんと付き合ってたことも、あの女がタクマ君と不倫してたことも。お前風紀部長のいとこなの。だから何でも知ってる。私はミヤさんとあなたが会ってるところをあの女に見せたかっただけ。あの女が傷つけばいいなと思って。お前、私は前島香織がめちゃくちゃになれば何でもいいんで。なんでそんな顔するんですか？言いましたよね、あなたの味方だって。
潰したかったんでしょ、前島香織のこと。それとも復讐を忘れて心を奪われたとか。つまんねえ。宇佐美さんって見た目によらずしたたかですよね。え？私も狙ってたのにな。どういうこと？私好きだったんです、東雲さんのこと。でも取られちゃいました、宇佐美さんに。気づきませんでした？最近なんだかんだ理由つけて二人で打ち合わせしてるし。でもそれは仕事でしょ。直帰って言って二人で飲みにも行ってるみたいですよ。それはまあ流れてそうなること。でも自分が最初にデザインしたってバーにわざわざ連れて行きます？え、私も連れてって欲しかったな。前島、ちょっといいか。俺の言った意味分かっただろ。え？東雲のこと、いずれ分かる。あいつは今も俺の妻を愛している男だ。そんな男に香りを渡したくないし、もう香りが苦しむ姿を見たくない。拓真さんは、部長は東雲さんと奥さんの関係分かってたんですね。それなのに離婚しないのはなぜですか？妻を愛しているからだよ。けれど君のことも愛していた。ずるい男だってのは自覚してる。でもそれが嘘偽りのない俺の気持ちだ。それが聞けてよかったです。ありがとうございました。涙も出ないのはきっと東雲さんのせいだ。改めて分かった。私は今でも東雲さんが好きなんだ。チーフ、今クライアントから電話があって、うん、千住庵の照明のデザイン別案がないか出してほしいそうです。分かった、ありがとう。
東雲さんならどんなデザインにするかな。今日直帰じゃなかったんですか？ちょっと調べたいものがあって戻ってきました。玲子を泣かせるようなことはしないでくださいね。大切な部下なので、真面目な子なんで。何の話？千夏があなたと玲子がいい感じだって。本気でそう思ってんのか？何でもないです。宇佐美さんのことはご心配なく。人の恋愛気にする暇があったら自分の仕事に集中した方がいいんじゃないですか？足元救われますよ。何それ？最初に私の足元を救ったのはあなたじゃない？もう振り向いてもくれない。本当は振り向いて抱きしめたかった。泣かせたくなんてなかった。伝えたかったんだ、憎しみなんてどうでもよくなるほどに。俺はお前を。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。酔っ払った。何足元フラフラじゃん。東雲こんばんは。俺はバカだ。あんなにも傷つけたくせに。青木さんと飲んでました。今更。そっか。これでいい。では。行くな。皆さん、なんで前島さんはいつも苦しい声ばっかしてんだ。なんで、なんで俺じゃダメなんだよ。てね。あ、タクシー捕まえてくる。
小野さんと幸せになればいい。心からお前を思ってくれる男と。搬入の前はいつもワクワクするんだ。私もです。いよいよ形になりますもんね、うん、荷下ろし始めさせていただきます。はい、お願いします。はい、せーの。前島さん、発注したのと違う。ちょっと待ってください。今確認。発注したのと違うみたいで今確認してるんです。はい。もしもし。もしもし玲子、ちょっと発注者の確認してほしいんだけど。どうかしたんですか？千夏に頼んでおいた洗浄のテーブルの発注書と届いた品物が違うの。え？すぐに調べてくれる？わかりました。海外からの取り寄せになるから、このテーブル持って帰ってもらうしかないよ。いやでもまずいな。とりあえず冬木部長に報告しないと。はい。もしもし、確認なんですけど、発注番号って1022の L で間違いないですよね？違う、 L じゃなくて I。 1022I。 え？これ損害やばくないですか？これ、チェンジアンの発注書、お願いできる？わかりました。千夏、タピオカミルクティーが人気なんですよね。私タピオカ大嫌いなんです。カエルの卵みたいで。千住屋の発注書、I を L に書き換えたのはあなた？どうして？決まってるじゃないですか。チーフを困らせてやりたかったんです。デザイン部から飛ばされたらいいなと思って。それは私が。チーフのせいです。私の大事な人を傷つけたから。冬木部長のこと？え？冬木部長と私がそういう関係だったから。何言ってるんですか？言ってなかったですけど、私と冬木部長はいとこなんです。え？恋愛感情なんてあるわけないじゃないですか。じゃあ誰のために？悪いことしたとは思ってないんで。たくまさんじゃない。彼女は誰を思って胸を痛めてるんだろう。週明けには商品届くって。よかった。これで損害をほとんどなく済みそう。それもそうですけど、千住庵のご主人完成を心待ちにしていたから。うん、そうだね。
今回の誤発注の件、君へのペナルティーはなしだ。前島チーフが決めた。どういうつもりだ？どこがいいんですか？あんな女のどこがいいんですか？みんなあの女に狂わされてる。ねえ、何がいいの？理屈じゃない。じゃあ何しても無駄ってこと？理屈じゃないならそれを覆す方法もわからないってことでしょ。千夏、誰を思って泣いてるんだ？なんでうまくいかないんだろうね。大好きな人にただ振り向いてほしいだけなのに、思いが伝わるってことがこんなに難しいなんて。篠宮さん、篠宮さん、これ見てください。青木さんの新居仕上がったんで写真撮ってきたんです。イメージよりさらにいいですよ。この壁のデザインいいですよね。さすが篠宮さん。このアクセントウォールの素材はクォーツの方がいいと思う。これは俺のアイデアじゃない。あ、チーフの？さすがチーフ。言わないんですか、千住庵のことチーフに？別に大したことはしてません。千住庵の件、ニューヨークのハドソンファニチャー社の社長が知り合いで配送をお願いしました。週明けには商品届くそうです。ハドソンファニチャー社の社長ってあの強欲じいさんだろ。ただじゃないだろ。向こうに戻った時、新社屋のデザインプライベートで受けることになりました。篠宮、一つだけお願いがあります。このことは前島さんには言わないでください。お願いします。どうしてチーフには伝えないんですか？篠宮さん、チーフのこと好きなんですよね？チーフもまだ篠宮さんのこと。そんなはずない。俺は彼女のこと傷つけた。俺が彼女を思う資格なんてない。誰かを大切に思うのに資格とか必要ですか？え？私だったらそんなの気にならないっていうか、できないっていうか。本当に好きだったらその人の幸せをどうしても願っちゃいます。その人が傷ついてたらなりふり構わず守ろうとしちゃいますよ。さんが裏で手を。そうですか。勝手なことしてすいませんでした。本当ごめんなさい。いや、いいんだ。あ、ごめん、ちょっと急用。また。
千住庵の件ありがとな。小野さん、すみませんでした。ずるいなお前は。それは何に対しての謝罪？俺はあなたの大切な人前島香織を潰しに来ました。そして傷つけた。ご発注の件は加藤千夏の暴走だったんですね。でも彼女を使って美和に俺の連絡先を教えたのはあなただ。美和ちゃんの連絡先わかるよね？はい。お願いしたいことがあるんだけど。もしもし美和さん、千夏です。ね、知ってる？東雲さんが本社に転勤してきたの。あの人、拓磨くんの不倫のこと知ってるみたいで、このままじゃ拓磨くん大変なことになると思う。そして俺と美和が会うところを香織に見せたのも。部長、これ知ってます？明日の14時からデザイナーのアントニオ・デュバルのトークショーがあるんですよ。インテリアフェアに冬木夫妻や俺を誘導して。俺さ、行けないから代わりに聞いてきてくれよ。いいですよ。冬木夫妻と俺たちを鉢合わせるように仕向けたのも。全部小野さんが仕組んだことだった。これ以上香織が傷つかないように守るために。俺だってこんなことしたくなかったよ。どんな形でも前島さんの涙なんて見たくなかった。でもでもこうでもしないと。これは彼女を思ってやったことじゃない。全部俺のためだ。彼女をどうしてもお前に取られたくなかった。最初はお前の狙いがなんとなく分かって彼女を守らなきゃって思った。そしたらお前は俺がどうやっても冬木部長と彼女を引き離せなかったのに、あんなにもあっさりと彼女の心を奪っていった。それだけじゃない、お前も彼女に心を奪われていった。なりふり構ってなんていられなかったよ。彼女を乱暴に傷つけてでもお前の元を晒したかった。全部お前のせいなんだよ。お前のせいなんだよ。さあ、小野さんが彼女のことを幸せにしてあげてください。お願いします。俺はもう。これでいい。
前島さん、青木さんの新居出来上がったそうなので一緒に行きましょう。はい。明人さんは今日は出張で立ち会えないそうですが、とても気に入ってらっしゃいました。よかった。これがあなたと俺の唯一の作品です。納得いく形になっているか確かめてください。体中に電気が走るような、そんな感覚。やっぱりこの人は私がずっと求め続けた感性の持ち主だった。明人さんはこれを一番気に入っていました。やはりあなたの感性は素晴らしかった。こんな素敵な作品を作れたのもあなたのおかげです。好き。やっぱりあなたが。これからは小野さんと素晴らしい作品をたくさん作り上げていってください。え？小野さんはあなたのことをきっと幸せにしてくれます。あなたを心から愛しているから。その目は私を見てくれない。罠でもいい、嘘でもいいから、もう一度小野さんとお幸せに。そんな願いももう届かない。歩き去っていく足跡だけが本当の終わりを告げるように切なく響いていた。千住庵、無事搬入も終わって、あとはオープン準備だね。ご主人喜んでたね。よかったです。さすが前島さん。いや、小野さんのおかげですよ。今年の会社のデザインコンペ、前島さんは出すの？いや、私は一応プランナーなので。
前に出したのはロッキングチェアだったからで、今年はソファーベッドでしたよね。うん。東雲と前島さんをかけて勝負しようって言ったんだ。え？もし俺がコンペで東雲に勝ったら、あいつのこと忘れてくれないかな。前島さんを誰にも渡したくない。俺が君を幸せにする。小野さんとお幸せに。返事はコンペが終わった後でいいからさ。新しい一歩を踏み出すべきなんだろうか。それ社内コンペ用のですか。ええ、小野さんも出すみたいですね。いい戦いが見れそう。勉強させてもらいます。お疲れ様です。お疲れ。この後時間あるか。久しぶりに飯でも。はい。ごちそうさまでした。意外です、部長もこういう店来るんですね。俺もただのおっさんだよ。似合いませんよ。いや、たまにはこういうのは食いたくなるんだよ。美和は張り切りすぎてな、おっさんの胃には重い。すいません、ビールください。はい。でもな、そういうところを愛おしく思う。いざと。お前に謝りたいとずっと思ってた。え？ニューヨークにいた頃、ミワとお前が付き合っていたことは知らなかったんだ。二人のことを最初から知ってたら、ミワを受け入れることはなかったと思う。つくづく自分でもバカだと思うよ。いつだって愛されることに飢えてる。それは部長だけじゃありませんよ。美和さんのことを大切にしてあげてください。彼女は部長のことを心から愛してます。お前は一つだけお願いがあります。東雲がそれを渡してくれと。篠の目はそれを俺に託してニューヨークに戻った。これでいいのか。え？篠の目は小野が君を幸せにしてくれると言ってた。本当にこれでいいのか。俺がこんなこと言うのは自分でも矛盾してると思う。でも欲しいものは欲しいと言葉にするべきじゃないか。東雲さんには
感謝しています。東雲さんが私に自由を与えてくれました。それだけで十分です。ずっと思ってたのは小野さん？おっそ、今気づいたんですか？入社してちょっとした頃からずっと小野さんが好きでした。けど小野さんはずっとチーフ一筋。ほんと腹立つ。なのにチーフは拓磨くん、東雲さん、何なんですかマジで。それならいっそのこと東雲さんがチーフのことさらってくれたら小野さんも諦めつくかなって思ったのに、急にニューヨーク帰っちゃうし、あの人本当意味わかんないですね。コンペに出したやつだって。え、見てないんですか？ソファーベッドだって言われてるのに。仙台？ずるいよな。まさかこれ出してくるなんて。おばあちゃんが座ってたようなロッキングチェアに座ったら、たとえ一人でも。俺が作ってやるよ。東雲さんはのために。結局あいつの方が本当に前島さんを愛してたってことだよね。乾杯だな。これからのプレゼント。
早く。俺の方が泣くよ。どうして？それはこっちのセリフです。どうしてそう自分勝手なんですか？俺には香りを愛する資格なんてない。俺は自分にまで嘘ついてお前のこと傷つけた。お前にどんどん惹かれる気持ちをごまかそうとして必死にお前のこと憎んで。うるさい。資格なんてそんなのどうでもいい。私はやっぱりあなたのことが好きなんです。だから私も自分勝手にさせてもらいますね。今日お前ん家行くから。マジで。何度傷ついても。何度傷つけても。お疲れ様です。おう、お疲れ。仕事終わり、焼け酒、付き合ってもいいです？お願いしちゃおうかな。私ももうちょっと頑張ろうっと。加藤さん、ありがとう。何度でも私たちは愛を求めてしまう。わー、
ごい。あ、これありがとう。うん。あ、私もこれ。忘れてた。これがあったから忘れられなかった。ありがとう。うん。夢でもいい。でも夢ならどうか覚めないで、そう願いながら。ハルト？ん？私たちは誰かを愛していく。